さあ、続きやっていきましょう。太閤立志伝5。この動画は豊臣秀吉編でお送りをしております。前回は浅井家を倒してね、ついに今浜城主、一国の城主になりました。名前もね、羽柴秀吉ということで、丹羽長秀さんと柴田勝家さんから一字ずつもらってね、羽柴秀吉と今名乗っております。能力としてはこんな感じですね。ちょっと暇すぎて技能がかなり上がってしまったんですけど絶対秀吉に医術とかいらないよねまあ今回はね、城主になりましたんで、まず城でできることを見ていきたいと思います。私ね、前回チュートリアルみたいのね、全部すっ飛ばしましたんでね、なんとなくでやっていきたいと思います。表情です。はい。徳川家の軍が武田家の駿府攻めを行っておりまする。援軍を出すなら今かと思われますぞ。弟の羽柴秀長もね、名前変えてますね。はい。何をなさいますか？主命伝達、人事、輸送、拠点移動、謀反。合戦ということで。なるほど。できることがめっちゃ増えたということですね。主命伝達からやってみましょうか。今、うちの家臣が 1,2,3,4,5,6,7,8 名いますね。はい。自分でね、スカウトしてきたのはこの蒲生片秀さんと大久保長康さんの二人ですね。蒲生長秀さん、片秀さんはね、あれですね、蒲生氏里のお父さんなので、ワンチャン、息子ここで生まれてくんねえかなというね、下心で、登用しました。で、大久保長康さんはもう普通にね、内政能力に長けてましたんで、まあ、引っ張ってきたって感じですかね。とりあえず、主命与えてみましょうか。初めてやります、これ。はい。主命を、決定。乙女、あ、これか。ここで押すんだね。はい、主命。ちょっとやっていきましょうか。はい、こんな感じでやってみました。なんかね、このコマンドで自動振り分けってありましたんで、これで金策優先にやってみました。修行して金策になるんかねまあいいか。はい、こんな感じで主命を与えていきました。人事。あ、昇進とか追放とかあるんだね。なるほど。勲功が溜まると昇進できるって感じですかね。輸送とかはないかな。今んとこね、今浜城主なんでね。というわけで、表情終わりました。さあ、茶でも飲むかという、あ、飲めなかった。みんな修行行ってるわ。暇なの俺だけか。じゃあ、能力鍛錬とかやってみましょうか。これ初めてです。はい。あ、なるほど。基礎能力が上がるって感じですか。じゃあ、とりあえず武力上げてみます。はい。何するんでしょうか。あ、これか。苦手なやつだ。10勝9敗ということで、ね、五分五分でございますが、頑張っていきましょうか。うん、だいぶ慣れてきたかな。この自分がいる方向に敵が向かってくるから、微妙にこう避けて、避けられてっていう感じですね。こう自分がいる方向に敵が向かってくるんで、そこに合わせてと思ったけど、あれあれうまいこと何人か倒してきたんですが、ちょっとなんかあれだね、喋り出すと不調だね。はい、こんな感じでね、戦ってって、あと一人なんですけど、一発でも食らうと結構ね、ダメージ入りそうなんでね。くらいでペシペシこうやってね、横から、こちょこちょと攻撃してるところでございます。さあ、そろそろ決めに行ってもいいのかな？もう少しだけ見てって、これ一撃が入ったら、あ、勝った。オッケー、だいぶコツを掴んだんじゃないでしょうか。さあ、武力の鍛錬終わりました。これでね、武力が1、2上がったりとかしなかった。宮内上手になった。どこの誰かな、秀吉で区内ペチペチやってんだよな。あ、武力1上がりましたね。はい。オッケーオッケーオッケー。病気になります。みんな修行をね、終えたりとかね、失敗とかあるんだね。まあ、もう一回じゃあ表情の前に、表情からするか。表情して、休養していきましょうか。例えば、病気になった時に、貴重品の薬を使うとね、一発で回復できるっていうコメントいただきました。買ってみたんですけど、あ、こんな家庭治んのじゃあ、これからこれ飲んでいこうか。毎回ね、寝て回復してたんですけど、あ、こんなんで回復できるんだね。へぇ、万能薬すげえ。医術の能力持ってるから自分で作れないんかね。3000巻内製が必要って書いてありましたんで、ちょっとこれもやっていきましょうか。金庫から3000巻ありますか？出金、軍資金から、あ、手つけられんの？じゃあ3000巻出してって、2000じゃない。もう、まあ。はい、城の金庫から、3000回出してきました。ほんで、あー、自分でもできるってことか。じゃあ、とりあえずね、お金とか、兵糧欲しいんで、神殿開発もやってみますか。はい。扱う必要ですってことで。やることは変わんねえんだな。これで OK かな。結構頭使う、これね。さあ、どうでしょうか。全部いったんではないでしょうか。オッケー、完璧。いいね。これ結構楽しい。霞包みっていうもんかな、読めない。国高が6上がりました。いい方なんでしょうか。こうやって内政やってもいいけど、まあでもこれちょっと武将に任せてもいいね。
いろいろなんか習得したり失敗したりする人がいますが、人材調査失敗してるか。ちょっと全員人材調査とか活かしたいけどね。さあ、昇進するやつはいませんね。ひとまず、こうやって内政続けてって、イベントが起こるんかな？見ていきましょうか。あ、これ初めてかもしんない。騎馬指示始まりました。馬を操り矢をかわしてください。端に行き過ぎると激突します。なるほど。はあ、酒芸ですかこれ。はい。やってみましょうか。はい。あー、マウスだとやりにくいな、おい。相手。マウスやりにくいな。マウスすげえやりにくいじゃん、これ。え？むずむずちょ、むずこれ、くすもすぐらいマウスだと。これ無理だって。これ難しすぎるな。これ完全にコントローラー向きのゲームですね。はい。俺が下手くそなんだっけ？いや、そんなことない。これ、くそむずいぞ。ずっと動かずにいて、ちょっと動いて、こう、あ、こういけるのか。あー、なるほど。相手。4、さあ、早く早く。3、2、1、相手。OK、ギリ残ったけど。これ、むず。いや、これはちょっといいかな。なんか足軽とか牙のね、技法はそんなに上げても、なんかあんのかな。鉄砲の心とかもじゃあできんのかな。あ、火事心やんね。はい。あ、違う。火事指示とか。あ、これか。鉄砲指示、はい。これはあれか、弓と同じか。前やったかな？やってみましょうか。お、技能が3になりました。急所打ちということで、敵一人を攻撃ししばらく動けなくする火縄銃の秘技。区内がマスターしたっぽいから、ちょっとあれかな、鉄砲買ってみましょうか。あ、これじゃないんだ。はあ、座じゃ買えないから、じゃあちょっと、あれか、商人のいるとこ探してって、鉄砲買ってみましょうか。はい、鉄砲を装備していきたいと思います。前買ってたんかね、なんか持ってましたね。で、今ちょっとね、今日の街に来たんですけど、なんか二条御所戦ってんだよね。私呼ばれてないんですけど、いいんですか？なんか足利さんがね、反旗を翻すなんたらかんたらとか言って、確かにね、倒す気がするんですが、なんか勝手に援軍とか行っていいんかな。なんか前みたいにね、イベントをへし折ってしまいそうで怖いんですけど、これ戦闘いけるかな？はい、回収が終わりました。あざーす。この城を長浜と改めようということで、いいですね。長浜城になりましたね。ほんで、お、来た！イベントっぽいですね。健康な石垣、三重に巡り、張り巡らされた堀。堀を船が通れるようにしたので、町も賑わっております。これは見事じゃ、ようやったぞ。はは、大宮は人の往来が多い。この城下と町を見れば、訪れる人も増えるはず。我が城下が賑わう様が目に浮かぶようじゃ。いいですね。町が発展したんでしょうか。町というか城ですね。はい。この後イベントとかは特に起きるわけでもなし。合戦いっちゃいますじゃあこれちょっと。徳川軍が、武田の寸分攻めを行っております。こっちじゃないよね、出すとしたらね。城の兵糧少ないんかい。締めでちょっと兵糧買っていきましょうか、まずね。霞包みを使用して27があった。すげえ名奉行ということで、こんなんできるんだね。そしていつも病気になるんだ、お前は。寝ることは許さんぞということでね。貴重品の薬で、あ、結構薬使うんだね。はい、がっつりね、もう薬に頼っております。薬漬けでございますが。さあ、秀吉がね、結構城の発展もしてるとこなんですが、誰かあれかな、ちょっとそろそろね、こうやってね、勲功を貯めてって昇進してくれる人がいないかな。あ、いる。橋は秀長が昇進できるということで。さあ、これが昇進すると、何かできる種名が増えたりとか、あんまり感じねえな。まあいいか。やっていきましょうか。カンパン違う、欲しいだって。戦場用の非常食を食べるということで、はい。あー、医者の技術をね、身につけるだけでも結構なんか、いろんな札が取れるんですね。今ね、ここですね、甲府の町に行きました。なんかね、徳川家と武田家がすげえ戦ってまして、どうやって見るんだこれ、
これか、勢力図大名家ということで、はい、武田家と、あれ徳川家じゃないのかな、戦ってんの。これどうやって見るんだろう。はい、ほい、あ、北条家と戦ってんのかな。今なんか一瞬北条家ってそうで出てきたね。武田と北条が戦っているところでございますが、今こんな感じですね。足利家はまだ落としてないですね。これあれか、信長が足利家落としたらイベントが進んだりするんでしょうか。確かまだ戦ってたよね。戦ってますね、はい。これあれか、俺も行った方がいいんかな。とりあえず仲間城戻って、戦いそうだったらちょっと組整えていきたいんですけど、兵糧が足りないって言ってたからね、どうなるかっていうところですね。はい、戻ってきました。薬もちょっと買いましたんで、使っていきましょうか。総人丹ってもんかな。はい、火薬の飲み込む。需要競争の方が体力回復するんかな。万能薬はなんかね、病が治るって書いてありました。で、総人丹、競争剤は体力回復が主なんでしょうか。ちょっとわかんないけどね、この辺はね。さあ、指名も、あ、なかなかいい感じでね。あ、軍資金調達が結構いいんかな。なるほど。足軽大将とかになると、軍資金調達ができるんで、やっぱり出世させると結構いいことが起こるかなっていう感じですね。とりあえず合戦やってみますか。足利家に援軍でも出してみましょうか。また俺はこうやってね、こちょこちょいいのかな。やってみるか、とりあえず。兵糧49日だって足りんの、これ、こんなんで。もうちょっと持ってた方がいいんじゃないの。はい。3000石ぐらいで。軍資金はいるんかな。まあ、こんな感じで、ちょっと適当に編成していきましょうか。はい、官兵衛とかがいないんですが、まあいいでしょう。とりあえず出陣していきましょう。さあ、これいいのかな、勝手に戦って。あ橋場様、足利義明は追放されたようです。なぜなら、災いの種は処断した方が、後々のためだろう。おそらく見せしめに使ったのでしょう。おだけに歯向かう者はこうなると示すために。こうなると示すんだったら、処断した方がいいんじゃないかなと思うんだけど、どうでしょうか。なるほど、大殿らしいわ。織田信長の悪名が上昇しました。私はね、二条城の援軍に向かったんですけど、無駄者でしたね、完全にね。まあ、イベントが進んだからいいか。1567年、織田信長は義明の城を攻め落とした。こうして足利将軍家による幕府も滅亡した。噛んでないよ。援軍は間に合わなかったか。戻るぞってことでね。何してたお前って感じですが。さあ、これでイベントがなんか起こったりしますかね。ちょっと様子見ていきましょうか。これかっこいいんだけど、天国だって。あ、違う、甘栗だって。武力プラス4だから買っていきたいですね。はい。刀剣ちょっと使いたいな。なんか売れるもあるかしら。結構売れる。区内は売っていいんかな。これ結構ね、活躍してくれた紫伝さんなんですけど、なんか売って良さそうな、この辺いらないかな。チャッキ結構持ってんだよね。魅力プラス2。これが魅力プラス2。同じだね。じゃあこれ売りましょうか。山の井片月ということで。はい、こいつを売って、はい、お金作りました。220貫あるんで、これで、天国買いましょうか。交渉ということでね。さあ、しっかり合わせていきましょう、今回はね。ほっ、全然あかんやん、俺。もう、下手くそやな、これ。さあ、とりあえずね、買いましたんで、今、鉄砲使ってるんですけど、ちょっと、甘国使っていきたいですね、はい。武具の、甘国を装備させて。さあ、これでね、剣士秀吉の誕生でございます。足利義明をね、追放して、何もイベントが起きないんですよね。もうちょっとだけ様子見ていきましょうか。あ、来た橋場様、大殿が観音寺の場所に壮大なお城をお建てになるそうでございます。観音寺だから安土城かな？なんと、大殿はすでに居城を観音寺に移し、自ら工事を監督なさっております。どんな城ができるのか今から楽しみじゃ！ということでね。さあ、自分もね、しっかりと、内政をね、やってって、お金をどんどん増やしていきましょうか。あ、来た！さあ、甘国をね、装備した秀吉との加藤清正との戦いです。あ、剣士になるとこんな狭いんだ、範囲が。ちょっと頑張っていきましょうか。これさ、回復したいんだけど、回復する暇もなく殺されたパティーンでしょうか。難しい。ちょっと待って。やっぱり鉄砲使う俺。ダメ、これ。剣術超むずい。お、来た。全部できたんじゃないか。はい。これ結構難しいんだよね、このテトリスみたいなのね。さあ、商工鉱脈も使ってって、規模が3上がりました。城の増築とかもしてまして、結構長浜城に手をかけてるんですけど、こんなんでいいんですか？イベント進みますかね、こんなんで。
なんかこれがだんだん楽しくなってきた。これ面白いな。なんかコツが分かるとね、すごいね、楽しいものでございます。はい、完璧ということで、今ね、長浜城をねひたすら鍛えてるところなんですけど、ついにね一番でっかい城になったっぽいですね、これ。はい、拠点一覧、巨大になってますね。小田原城の岐阜城に次いでね、でかい都市になってますが、どうしましょう。こんだけ城を上げといてなんかなるんでしょうか。ね、一応指名をね、やりながら、あ、羽賀隆嗣さんがいますね。羽賀さんは登用しても別になんもないかな。イベントが起きるまでね、ひたすらこうやって暇つぶしで城の規模とか上げてるんですけど、これもうそろそろどっか攻めたりしていいんかな。羽柴秀吉様、大隣りお言葉をお預かりしております。待ってましたよ。イベントがね進むのを待って、ひたすら内政をしておりましたが、朝倉家を攻略せよとの仰せでございます。なるほど、ついに指名が来ました。朝倉家を攻略せよということで、じゃあさっさと潰していきましょうか。結構ね、みんなには働いてもらってますんで、まあ勝てるでしょう。昇進できるものいますね。羽柴秀長、今度は何になりますか。足軽大将か侍大将かな。じゃあはい、何になりましたか。侍大将ですね。任命できることは治安向上とか、訓練、徴兵とか増えたんか。じゃ、ちょっと徴兵はしなくていいか。とりあえず攻めてみましょうか。はい、合戦ということで、足掛けじゃねえ、朝倉家の一条谷城を攻めてみましょうか。さあ、こんな感じで行ってみましょうか。ちょっと今見たけどね、兵士の士気とか訓練が足りてない感じがしますね。まあいいでしょう。数で押し切りましょうか。援軍を要請しましょう。援軍は、信長様に直接来てもらおうか。どうだお前。あ、いた。お前とか言うなよな。はい。主に要請していきます。出てくれんのかな？ OK、承諾されましたぞ。ということで。さあ、一条谷城攻略やっていきましょうか。ちょっと待って、持ってくる兵士足りなすぎたか？大丈夫かな。はい、信長の兵も来ました。信長の援軍を借りてね、2万ぐらいの兵になりましたんで、ちょっとね、簡易攻略で見ていきましょうか。結構きついかな。6000の兵じゃ足りなかったんかもしれないね。さあ、でも3の丸は落としました。秀吉の軍はね、そんなにいませんね。しばらく様子見ていきましょうか。いや、ダメだ。足りねえ、多分。ちょっと兵数少なすぎたか。軍機に行きます。3部隊ぐらい壊滅しますね。それで、軍団命令。交渉も多分効かないよね、これじゃあね。やってみる、一瞬。はい。交渉行きますか。どうですか？ダメですね。じゃあ、退却しましょうか。ちょっと兵数少なすぎたね。学びました。兵数は1万ぐらい持ってった方がいい気がします。ということで、まずは、勢力攻略、期限なしということで、城の、兵士を増やしていきましょう。お、観音寺城の場所についに城が完成しましたぞ。おー、ついてきた。安土城ということで噛んでないよ。なんか一条大将戦ってますね。あれ私、兵出した方がいいですね、これね。ちょっと待って。長浜城に戻ってって、やばいな、なんかちょっと後手後手に回っておりますが、さあ、戦っていきましょうか。まあ、兵数的にはちょっとね、まだ足りない気もするんですが、出陣ということで、まあ、8000人、1万人ぐらい出せる？はい。1万人の兵で、まあ、訓練が足りないけど、士気はまあまあ回復したんでね。これでちょっと戦ってみましょうか。兵糧こんぐらい持ってって、やってみますか？やってみましょう。はい。援軍としてなんか到着するっぽいけどね、この感じだとね。はい。さあ、戦っていきましょう。前回よりは兵数ね、かなり増えております。頑張っていきましょう。さあ、磯野さんと一緒にね、城を攻略しております。軍学を極めたとかね、いろいろなんか戦闘中出てきますが、大手門陥落、今回はいけるんじゃないでしょうか。ちょっと見ていきましょうか。おっと、具合が悪くなっていく。まあ、兵数的にはね、1.5 倍、もうちょっとあるかな、いますんで、勝てると信じたいんですが、兵糧型38日、本丸が陥落。来たか？よし、攻略した！一条谷の攻略成功！さあ、勲功的には福島正則さんが1番でございます。秀吉はね、病気でなんか、探したんですかね。
これで織田信長の主命である、朝倉城の攻略を発揮したというか、できたと思うんですが、なんか起きますか？朝倉家は滅亡しました。戻ってて、お、大隣よりお言葉をお扱いしております。朝倉家の攻略はもうせずとも良いとの仰せでございます。そりゃそうだはい、大義だった。この後何か起こりますか？ちょっと体力回復していきましょうか。さあ、石田三成、いつ入ってくれるんでしょうか？わかんないな。なんかイベントがあるような気もしなくもないんだけど、特に何もないですね。ひとまず今回ここにしましょうか。今回は、織田信長と一緒にね、朝倉家を滅ぼすことができました。次回は、何をするんでしょうか？ひとまずこの本願寺家を潰すに行くのかな？いや、わかんねえな。ちょっと様子見ながらやっていきたいと思います。ではここまでしたいと思います。ご視聴いただきましてありがとうございました。よかったら高評価、コメント、チャンネル登録をぜひよろしくお願いします。ではまた来週お会いしましょう。バイバーイ。